はい、どうもアウトドアマンチャンネル、略してドアちゃんです。本日はですね、タープの方で実験をしていきたいんですけれども、タープの素材にシルバー加工ありなしっていうものがあると思うんですけれども、そちらでどれぐらいの温度差があるかっていうのを検証していきたいと思います。で、本日はですね、見てください、熱中症アラートが出てます。だいたい 33.6 度、まあ、この中で、検証していきたいと思います。こちら、2枚のタープをご用意しました。で、こちらがですね、アウトドアマンで出してる、クアドラドタープになります。で、こちらが、見ていただいたら分かる通り、まあ、シルバー加工がされてるものになります。で、こちらが、まあ、市販されてる、まあ、あのシルバー加工がないタイプのタープになります。これでどれぐらい温度差が出るかっていうのを検証していきたいと思います。OK、こちら、普通のタープとシルバー加工があるタープ、2個立ててみました。で、ちょっと今から2人、まあ、僕とこちら、撮影スタッフと一緒に入って、どれぐらい、まあ、体感でまず違うのかをちょっと検証していきたいと思います。一応こっちからですね。こっち、何のシルバー加工もないやつ。はい。まあ、当然、まあまあ、まあ涼しい。うん。まあ、なんていうかな、影やな、みたいな感じですね。はい。ちょっとこう触ってみてもらったら。熱いね。熱いね。はい。じゃあ次。正直タープなんかまだちょっと熱いっす。まだ熱い。あ、OK です。さあ、ガイドラインあるんで気をつけてくださいね。はい、さあ、これどれぐらい違うか。うわー、違う、違います。違うやろ。違います。全然違う。せやねん、全然違うんよ。わかるやろ。え、本気のやつ。全然違う。あ、ほんまに、はい、あ、よかった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 。それぐらい違うっていう、もうまず体感でこのシルバーがあるのとないので、これぐらい体感でわかるぐらい検証はできたと思います。はい。ほんまにちゃうやろ。全然ちゃうやろ。全然ちゃいますやろ。ええっていうか違うやろ。いや、こっちはちょっと熱いけど、黒やからちょっと多分、表面が熱くなってるから、はい、触った時は熱いと思うんだけど。正直向こう、中入ってめっちゃ熱かったんですよ。ああ。サウナみたいな。それ全然さ、ね、ほんまにシルバーあるだけで。嘘かなって思うんやけど、ほんまやねん。で、一応まあこれ見てもらったらわかると思うんですけど、ちょっと来てもらっていい？このまあ、地面の、この影の濃さ。こっちが、ない方。シルバー加工がない方。シルバー加工がない方ですね。で、こちらが、シルバー加工がある方。多分、明らかに違うんですよ。で、こちらもちょっと見ていただきたいんですけど、こちらシルバー加工、ないもの。これだけやっぱり光を通します。多分見てわかる通り。こっち行ったらもう整理するかな。こんな感じで。すごいもうわかりやすいぐらい光を通します。で、まあそちらの、シルバー加工があるものですね。に関しては、まあこちらももう見ていただいたらわかる通り。まあこれ今、シルバーありますけど、ここから先ほどのように手を、こうやっても、形はわかりますけど、あんなわかりやすいぐらい影にはならない。これぐらいのやっぱり差がありますので、温度差はかなりあると思います。で、一応すいません。体感ではちょっとわかりにくいと思うので、一応まあこんな、まあ僕たちがテストで使っている、まあこういった温度計を使って、ちょっとまあどれぐらい差があるかっていうのを一応検証していきたいと思います。で、まあ、場所によって多少のばらつきがあるかもしれないんで、そこはちょっとご了承していただきたいんですけども、こんな感じでタープにこの先っぽを当てて、大体の温度上昇を。こっちが今、シルバー加工がない方ですね。こんな感じで、ぐんぐん上がっていきますね。大体 49.7 度、約50度ぐらい。ですかね。で、次が、シルバー加工がある方。こちらが、シルバー加工がある方のクアドラドタープの
大体同じ場所の位置の温度になります。で、先ほどが大体 49.5 度から6度ぐらいあったと思うんですけど、今 44.876、まあ大体ですけど、5度ぐらい差があるように思います。はい、ということで、今回こちらの、シルバー加工があるタープとシルバー加工がないタープ、どれぐらい温度差があるのかという、まあ、検証させていただきました。まあ、僕たちがやった検証結果では、やっぱりシルバー加工の方が、遮熱っていうものはありましたので、まあ、そこはまあ一つのポイントとして選んでいただければと思います。で、まあ、いろんなメーカーからいろんなサイズや、いろんな、まあ、ポイントがある商品が出てると思うんですけれども、今回の動画少しでも、まあ、次回買っていただく方の、まあ、参考になればと思って、撮らさせていただいてますので、まあ、よかったら参考にしていただければと思います。ということで本日は終わります。ありがとうございました。汗だくっすね、ほんまに。